中日、頼みの小笠原が攻略され3連敗、2桁安打の打線も、わずか1得点、とは一体どのようなことなのだろうか。投打の歯車が噛み合わず、中日は後半戦黒星スタート、3連敗となった。先発の小笠原は、立ち上がりに捕まった、初回に西二塁から佐藤明、大山に連続的自打を浴び2失点。今季カード15イニング無失点の相性は影を潜めた。左腕は2回以降、立ち直ったものの、援護するべき打線の効率が悪い。初回西に、三塁の先制機を逃したのをはじめ、3回一死満塁ではカリステが併殺だ。4回西に、三塁のチャンスでも、福永が凡退した。ネバ等の左腕は7回一死1、二塁のピンチを招きタオル投入。変わった藤島が森下にスリーランを食らい、勝負は決した。そろそろ来季に向けたオーダーを意識しても良さそうな頃合いですね。来年の首脳陣がどうなるかはわかりませんが、来季に頭から使いたい選手を今から使ってみるのもありなゲームさ。実力差になってきました。本当なら順位を争いながら使いたいところですが、無理そうなのである程度期待する若手をどんどん使ってください。星とか、使えば育つとは思いませんが使わないと育ちませんしね。新監督になるとしたら原始の人たちから何かしらの遺産を残してあげないと。選手時代はレジェンド級の立浪監督も、監督としては3年連続再開のレガシー級の監督として名を残しそうですね。これは立浪監督ですわ。立浪監督に不名誉な記録を残させないように、球団が強制的に休養させるかどうかでしょうね。立浪監督本人には途中で辞めるのはプライドもあるだろうし、なかなか自分では決められないと思うので、若い選手には能力上がった面々は見受けられるが、監督自身が全く能力上がってない。一回表裏の攻防を見ただけで多くのドラゴンズファンが確信したと思います。ミラクルが起きるのは必死に勝つための野球をやっているチームだけです。このチームにはミラクルは起こりません。来シーズンに向けた戦いに全シフトしてください。立浪はさっさと片岡連れて休養してくれよ。来年に向けて必要な選手の選別をしていった方が良いのでは。中田は必要ないけど2年契約だから減俸も解雇もできないんだよね。今の状況ならいらないよね。中田は言葉はいいから結果を出せよ。自分で無理と思うなら男らしく契約は残っていてもユニフォームを脱ぐべきでしょう。それがあなたでしょう。中島は問題ないです。語る必要なし、とにかく早く来年に向けて舵を取ってください。決定打が出ないゲームの象徴負けゲーム、成績向上のため、投手陣整備のために落合コーチ一軍投手コーチに挙げたけど成績不振が別なところにあったとはっきり出た敗戦。立浪監督の敗因分析能力が低すぎる。暗黒サイド借金中に大手の負け、また後半戦最初の3連戦の初戦負けは、痛い。借金中になると長年 B クラスの選手の士気も上がらないしずるずる下がる。ムードメーカーもチーム内にいない。また立浪監督は、選手の人望、信頼関係が薄いから、2軍でたくさん貯金作り首位争いしているチームの投手コーチしてた落合コーチ、シーズン途中で異例の再1軍投手コーチに呼ばれて最初の仕事、投手交代したら止めのスリーラン打たれ敗戦。落合コーチ不憫ですね。大丈夫かな落合コーチ。野球はヒットの打ち合いじゃなくて点取りゲーム。その意味を本当に理解していないから今の順位に甘んじてるんでしょうね。初回と3回なんかはタイムリーなしでも点の取り方が上手いチームなら少なくとも2点は入ってるでしょうね。チャンスで3割の確率でしか出ないヒットを打とうとするからうまくいかない話であって、内野ゴロで入る点数もヒットで入る点数も1点には変わりないでしょう。1点の重みを感じ取れないチームが浮上しようなんて全くもって無理な話である。借金2桁が見えてきました。もう立浪を休養させますよね。大島さん、チャンスに打たない中田に打席を与えるよりも、来季を考えて石川昇、渡るとかブライトにチャンスをあげてほしい。加藤も頑張っているけど、将来の正捕手を育てるために石橋を起用してほしい。どうせ無様な負け方しかできないのだから、楽しみな若手起用に切り替えましょう。あと、9回の代打は周平ではなくて中島でしょ。気楽な場面で打席に立たせてあげたら、1軍と2軍のコーチを入れ替えるより、1軍と2軍の監督を入れ替えるよ。12安打で1点しか取れないなんて話にならない。なんで、阪神戦の打率の高い板山と高橋周平が、スタメンから外れてるのか全く理解できない。中田は明らかに調整不足なんだから、もう一度2軍で再調整させるべきだろう。明日負けると借金中。4月20日以後の成績だけを見ると、借金中を超えてます。昨年より良いかもしれませんが、50歩100、大して変わりません。こうなったら明日の見える戦い方を望みます。石川、ネオの昇格や調子が良い人材の登用かな。出ながら調整はもうさすがにやめましょう。中日は力のある選手が多いと思います。
多分パーフェクトリバティが不運をもたらしてるのでしょう。西武の監督も記録的負け越しで早々にアウト。一時期は中2球団のワーストさんの監督はパーフェクトリバティでした。タイガースの前田投手も信じられないくらい不調ですし、オリックスの中川選手も数字が上がりません。パーフェクトリバティ教団の2人をトップ2にしても球団の運気を吸われるだけかもしれませんね。と、理由は何でもいいからとりあえずトップ2を変えてほしい。ジグハグの講師をして相変わらずファンのストレスを溜めていたところで、広島が登板し毎回頑張って連敗をストップさせる回答をしており、その試合で改めてまだ諦めるななどと今シーズンに期待を持たせて、結果チグハグな借金生活を続けている現状。明日負ければデッドラインの借金10、明日負ければ今シーズンの残り試合もチームの個人タイトル争いのみを楽しむことになりそうですね。一人のファンとして最後まで諦めてほしくないとは、現実は厳しいものです。こんな野球をするチームが今頃になって勝ち続けるのは不可能なんですよ。初回が全て先制点をなぜ取りに行かないのだろう。スタメンから歯車が狂ってるけど、ここまでとは選手がいくら頑張っても無理だと思うよ。チーム競技月に打たせてもこの位置の打線だっては勝ってないよ。初回1点取れてたらなんてたらればだけど、投手の気持ちは違うと思う。勝ちに行く野球を見てみたいな。こんな負けに行く打線なんてどんなセンスしてるんだって泣けてくるよ。このチームには3点以上取ったりタイムリー打ったら罰金制度でもあるのかなと思うくらいチャンスで覇気がないですよね。中田はいつも打席でだるそうにスイングして走らないなら変わった方が良いのでは。小笠原に限らず柳も大野もとピッチャーが初回に失点しまうことが多いのは、相手ピッチャーよりも味方打線の援護が期待できず無駄に慎重になってしまい自滅気になってしまうから。そもそも7回途中で2失点で勝ち負けつかないではなく当たり前に負けがついてしまうチームがおかしい。投打が噛み合わずって敗因の全ては打でしょ。それもクリーンナップの差。中田が打ってる試合は全て負け試合のはず。どんな効率が悪い試合をしてるんだ。年齢的にピックを過ぎた選手を高い金出して取ってきて立浪監督はどこに向かっているのか理解ができない。後半戦のスタートのスタメンを見ても調子が良いベストメンバーとはとても言い難い。今日の試合を見てもとてもクリーンナップで得点ができきそうにない。投手が本当にかわいそうだし、報われない。監督やめて。俺らの不甲斐なさで立浪さんをクビにしてしまったぐらいのショックはあっていいと思う。試合前に立浪監督がいろいろ言ってたが、結局後半も戦い方が変わっていないわけで、このグダグダで最後まで行ってこのチームに何が残るのか、何も残らない気がする。それでシーズン終わったら気を取り直して一からスタートを始める。10年の低迷で種まきばかり、いつ実を結ぶのか、弱くてもいいけど、一歩一歩成長があるから我慢できるわけで、引き出しないなら、もう身を引いていいだろ。欲もまあこれだけチャンス作って得点できないよな。打点上げると罰金か？小笠原、大して頼みとは思っていないが案の定1回に失点。月間中どんな調整してたんだという話。中田、何日か前にホームラン打ったけど、打つのはランナーなしの場面で、ランナー相手ピッチャーが慎重になるともう打てない。初戦、賞味期限切れだよ。シフト平らな方がまだマシだ。立浪、また序盤のチャンスで一本出なかった。明日から切り替えていくしかない程度のコメントか？聞きたくもない。明日はメヒアだし、悪いけどおそらく勝てないよね。中日は今日まですでに3連敗。このカードすべて負けて5連敗でもする可能性大。中田の4番はきついわ。せめて6番。板山をなぜスタメンに使わない？岡林が使いたくて使いたくて仕方ない様子。ユーソラーは問題ない。連続無安打でも起用したいのは一体何なのか？安より優先するほど、そんなに守備が甘いのか？もし明日もスタメンがリュウソラなら立浪はほんとやばいレベルやろ。それと中地をいつまでそこに置いておくのか？2軍で他にいないのか？高谷が今日2軍でマルチ安打のようだ。小笠原は変える必要なかった。変えるにしても藤島じゃないでしょ。藤島の印象まで悪くなる。どんな場面でも懸命に投げてるのに、これで明日降格とかだったら気の毒だし、ほんと呆れる。投げさせすぎ。こんな采配してたら投手陣みんな崩壊するわ。打たれた藤島じゃなく、勝負感じない監督の責任では？試合中何見てるんかな？